そこの地下1階のね、
北海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんにちは。今日の配信担当、藤部佳代です。原子炉メーカー巡回抗議行動、各週金曜日に、12時20分からやってます。今日も
あ、はい。それ以降なんかあるの？いや、ないです。もう最初は話結構しました。でもなんか背中が変な感じで割れたの。自分たちの主義主張、これにしょうがない人たちは一緒にできないっていうのは感覚なんですね。自分は自分でやってると思う。他の人たち同じ仲間、同じ仲間になったら、だから、選手がそう、藤部さんとかね、場外にして、選手さんなんかがアタックしてたから、でも、指導が渡したけど、その人たちが反応ないと、もう自分たちはなんか関係ないって、そんな見方をしてるみたいな、だから、すごい必要なことがなんかあるわけなんだな。むしろいろんなことをたくさん教えてもらったんで、私の方がなんかそこにまだついていけなくて、やってるつもりだけどやっぱ足りないところがたくさんあるんですよね。それでそんなね、人なんか急に分かるそんなのですね。そういう人を少しずつ相手が気にしないのであれば、少しずつこうお話ししながら人間として活動ができればなっていう、そういう人を探して探すっていうのか、一緒にできるってね、そんなのが僕らのあれなんだけど、そんなちょっと自分たちが何かやったから、資料を渡したから、それで相手の方からこう何かがないともう知らないわみたいな、相手にしないとか、そんなことは私、人間としてはできないんだ。それで杉田さん、なんかすごい気になってたんですよ。はい。ああ。いや、一応頑張ってます、私毎日。まずどこから始めようかなっていうところで。まず自分がちゃんとしなきゃっていう。我々のみんな何やってるか分かりますか、あの資料の中から。大体、はい。別に地球のその歴史自体が話せるって伝わってきてないと、まず現在に。基本がアイヌ文化の時代と、あれが現在の時代。あ、本当だ。こんなにですか。
聞こえるんですよ。そうそう、前少しぐらい来てください。すいません、IWJ 今日の配信担当藤部楓です。日本性交渉前での抗議行動が終わり、次は三菱重工業札幌支社前に到着しました。今日この後ここで20分間抗議をして、その後日立製作所前へ移動して、最後は東芝前で今日は解散です。最後は3時前ぐらいまで配信続けますので、お時間ありましたらどうぞこのままご覧ください。移動する間に三脚を縮めたり伸ばしたりしてこう画面がぶれちゃうんですけど、すいません。そうなんですか、昨日かな、それぐらいも同じやつ見て、あら、どこに行くのかな。なんかあんまり見えなくて、なんて書いてるのかなって何回も見たんですけど。なんか音も何もならないから、あんまり。Thank you.
Thank you.
Thank you.
接する人となりに一度やりましょう。
めて見ますよね。工業前での抗議行動が終わりまして、次は日立製作所前に移動します。道庁赤レンガ前です。
来てるから、ここも線が内側に入ったらなんか多分いちゃもんつけられる。ここですね。そこだと大丈夫。これ見なくて。Thank you.
Thank you.
の声を上げましょう。どうぞ声を上げてください。皆様は脇を越えて全世界に発表されております。皆さん自然の問題です。暑い。もう焼けちゃった。赤くなってると本当だ。出たら私もカーディガンです。ね。後悔した。なんか夜を考えると次じゃこれ。そうなんだよ。一回帰るんならいいんだけどさ。
日立製作所前での抗議行動が終わりましたので、最後は東芝に向かいます。
涼しいですね。なるほどね。今日は東芝さんで、皆さんにアピールしたから大勢いた方がいいかなって。まあ、別なね、あの、ことになってますので、どうしようもね、
あ、私持ってきます。警察の OB の集まりだよね、うん、なんかそこにあの資質があるでしょ。そこにあの警察の OB の先生の人に見せるだけの人に手だね前とかそれから北海道電力なんかで、ね、うん、それがあの集会やる集会じゃない IWJ 北海道チャンネル1をご覧の皆さん、
今日もお付き合いありがとうございました。予定の2時20分より10分早いんですけれども、東芝の入っているビルのテナントの方がですね、迷惑だからやめてもらいたいということで出てきたので10分早く終わりました。今日このあと5時から電源開発前のサイレントデモをこのチャンネルで配信します。その後6時から北海道庁前の反原発抗議行動もこのチャンネルで配信しますので、夜お時間ありましたらご視聴ください。それでは今日もありがとうございました。配信終了します。